ギフトの本。さあキャラ性能を見ていきましょう。お金ケンシロウ、光となんだっけ、光と火だよね。でスーパー弱体持ってんのがちょっとね気になるよね今後ね。スーパー弱体持ちはちょっと今後気になるところで、ございます。ただね威力がね若干、生放送の威力見る限りだとそこまで火力は高くないのかなという印象。はい、ラオウに関しては確実にもうマズム適正って感じですよね。ただリーダー特性がねちょっと組むの難しい。特に何 ?1、2番、違う1、3番奇数手番の人が組むとすると、貴族性の物種族がろくなやつがいないので、炎上寄りにするのは結構しんどいかなっていう感じですね。まあ魔種族寄りにするんだったら全然ありなのかなと思うんですけども、まあそうなった時にカレンと勝ち合うので、俺的にはじゃあカレンでよくねってなりそうな気はする。はい、なんかユウスケほどの衝撃はないです。で、時ですね、時はまあシンプルに強そうではある。ただ、凄技条件がね、まあ、ただの4文字じゃなく東方から始まる4文字っていうところと、英雄の塔っていうところでね、時の鏡と若干ね、食い潰してるブッチュ拾うな食い合ってるところがあるので、まあ、そこはね性能による差っていうところでしょう。はい、でレイ、まあ、レイはね純粋に持ってて強い火力要因といったところなのではないでしょうか。うん、コピが弱体ってね最近の流行りでもありますし、ソスディオで使えるんじゃないでしょうか。はい、で、今回僕的に大注目なのがシューと、なんと五射精でいいの、こいつら2体ですね。まあこれのなんと五射精でいいのかなは、もう実質つらみ実質つらみかっこわら。はい、でシューに関しては、まあ、文字が強いし、あのスパシルブレ持っててコピーガード持ってて神キラー持っててっていうなんかてんこ盛りで、ステータスが異常に高いっていうところで、まあ狙い目っていうところですかね。はい、皆さんが一番見たいメインイベントいきましょうかね。さあ6000個あるので引いていきましょう。はあ、北斗百裂拳、百裂拳だから百連した方がよかった。まあまあ待ってなさいよみんな。おお流れ星いきなりいいよ、いきなり運がいいよ。おお虹からの中華リ、だからシカリ、シカリが今回は俺は欲しい。来い、世紀末の方、これ世紀末の方でいいのかな。ちょっとごめん、俺北斗の件分かんないんだけど、あ、リーンですね。これ世紀末の方で合ってる？世紀末ロボット、こいつの飛行はつけなさそうだね。 OK、 20連目、流れ星はドン。あ、ないね、テンスラで神引きすぎたね。おお、いいよ、ありがとう。ラ、これは来たでしょ、あざます。おい剣士郎、貴様の成長とくと見せてみよう。親方様、はい、知ってる人は知っている。さあ30連目いきましょう。ディッ、二次変化来ない。10連で時とリハ、おめでとう。70連でケンシロウのみ確定のみで時が来てフィニッシュ、お疲れ様です。
さあ、これ 何年目 ?40 連目お、いいよ、流れ星、おお、複数来た。これはシュート利白、シュート利白来い、シュート利白来い、来い来い、し、し、て、て、と、と、とき、て、ては手柄ハット、おーんと世紀末の方、俺20体も持ってんのこいつ。トキ、よし、見ているのがケンシロウ、私の死をお前の糧とするがよ。はい、あざす。さあこれで40連目、違う、50連目、いきましょう。頼む流れ星。今回俺は割と抑えめのガチャ運いい方。70連ででもケンシロウのみの人もいるからな、なんとも言えねえな。うん、まあこういう日もある。いい方なんでしょう。2体出てるのか今のところ。さあとりあえずラスト10連いきましょう。ドン、流れ星。うん、うん、二次変化頼む。二次変化はどうよ。はい、ドン、うん、ういっ。さあということで百裂拳しに行きましょう。プラス40連、うん、だ、おはよし、もう一体ぐらいは引いておきたい、もう一体ぐらいは引いておきたいよ。ドン、こい、カマン、ゆかと、ええ、て、ては違う、ては違うよ。うーん、うん、うん、すい、わーし、まさかさ、この流れ星が視聴性ってことないよね。こう爆死しますみたいな。え、ドン、いいよ、いいよ、一体でいいんだ。レ、あ、レイか、お、レイか、うぃえ、俺の名はなんと水中剣のレイで、こいつがあれ？てめえの血は何色だっていうやつ。おし、いいよ、いいよ。たださっきからなんかそのいいよが裏目に出てるから頼む。頼むよ。出てくれ、出てくれ。いけ。いいは違う。いいはいないだろう。誰だ、イザナミか。ああ、両手を腰に、はい。さあ百裂拳ラスト10連、うわー、待ってなんでよ。うん、ちくしょう。まあこんなもんですね。はい、ということで今回のガチャ結果、100連で時とレイとラオ3体ゲットでございます。まあまあこんなもんでございましょう。